はい、よろしくお願いします。ネチンでございます。というわけで皆さん、もうね、家から全然出れず、もうどうしようもんないなって毎日と思うんですよ。今日は、僕が過去に作った、もう過去、僕の、汚点とも言える、動画、4つをですね、一気に並べてご紹介したいと思います。テニスコーチあるあるとか、テニスあるあるという動画をね、実は過去にだいぶ昔に4つ作っています。もうどうしようもなく暇な人だけ、ご覧いただけたらと思います。では行ってみましょう。どうぞ。昔もリターンのやつらがもうこんななっとってんけどな、なっとってんけどな、昔の感覚がないわ。全然もう今あのなんていうの、あれの1メーター2メーター3メーターぐらい跳ねとったけどな、全然あかんわ。やっぱり40だから全然あかん。20年前とかマジ帰ってこいな、帰ってこいな、構えたことなかった。スピンサーブとかスピンサーブなんて構えてなかった。あかんわ。2割全盛期の2割。2割やわ。噛むぐらいもあかんわ。2割やあの頃スクワットと500キロぐらい上げとったからね。ガットもね、70ポンドぐらいで張っても全然飛んでん。もう70、80、90、全然上がん。必ずボールを3回突くようにコーチに言われてるから、これでダブルオフセンター。でもな、やっぱまあ今も結構ね大変やと思うけど、まあ、俺の代ってさ、おげだとかおったし、ね、あいつもおったし、山口もおったし、でかけるがいるやろ、たけしおった。北海道とかにも室井っていうのがおって、でそうそう、福岡にもバティストゥータっていうのがおって、俺らの代ってやっぱねかなり強かったよね、みんなね。言うても俺らの代ね、すごいやつばっかりやったわ。で俺はまあ全部ね、ベスト16やったけど、もう8以上がね、もう半端ない、俺らの代やっぱ半端なかった、俺ベスト16やけど、8以上がね半端ない、あと、顔だけ出てきて名前出てこへんやつも多いけど、そいつらもやばかった、みんなテニス出して取ったし、俺らの代半端ない。
サーブはね、トスが一番大事なのでトスの説明をねしていきます。はい。で、まあ、トスで一番大事なのは、まあ、私あの1ヶ月前に家帰る途中に小鳥が怪我してまして、その小鳥をこう、まあ、かわいそうやなとちょっとこう持って帰ったわけですよね。で、まあ、餌をあげながらちょっとあの友達の獣医さんとかに聞いてこう、ね、薬とかちょっとこう塗りながらみたいな感じで、まあ、1週間ぐらいですかね、様子を見たら、まあ、ちょっと元気になってきて、小鳥が拾って帰った小鳥がさ、ちょっと元気になってきたなと思って、で、まあ、そこからまた、ね、餌とかもあげて、まあ、カゴとかも飼ってねこう育てててで、まあ、ほんまもう完全に元気になって、で昨日ですよ、やっぱこう辛いですけど、やっぱ元々野生のものなのでね、やっぱこう空に返さなあかんと、まあ、あの怪我してたあの羽大丈夫かなってこう見ながら、心こう見ながらどうしようかな、でもやっぱ空に返さなあかんなって言って、その小鳥を空に返すように、ほんまそれ。いやもうそんな若手がやりますよ。ほんまに。先生がやるレベルじゃない。よいしょ。ちょっと俺でも頭消えてたかな。いいでしょ今ので。笑っちゃう。笑っちゃう。笑っちゃう。下げすんだ。俺何やってんやろって感じ。いやでもこういうのも必要ですよね。はい、こんにちは、よろしくお願いします。今日はもうサクッと本題に入りましょう。テニスあるあるやってみました。ではどうぞ。練習にタオルを忘れて、もうしゃあないからもうこの辺で拭きまくって、で拭いてたらだんだん乾いてる場所がなくなってきて、もうほんまほとんどもう乾いてるスペースないぞみたいになって、最後はつまんで必死で拭くみたいな。サーブですね。これはもうあんまりみんな知らないかもしれないけど、もう最高に痛い。バックハンドのグリップもここ激痛。でここはほんま知らない人多いかもしれないけど、ここはもうマジで痛い。コスパ考えて大量に同じの買って、ほんなら洗濯干すのも楽やと思ったのに、気がついたら片方ビロビロで片方ぴったし、なんでこんな差が出んねん、同じように履いてるの、なんでん。重なってる部分をちょっとめくって見てみると、なんか意外と汚れた部分と綺麗な部分の差が見えて、あ、俺って汚れた分だけ頑張ってるみたいな。でもっとそれ感じたいからグリップ白巻くみたいな。
ボールド。せやのにめっちゃうなずく。ポイント落としてんのにもうめっちゃうなずく。アウト。せやのにもうめっちゃ相手見る。もうめっちゃ見てくる。でもめちゃくちゃうなずいてる。めっちゃうなずいてるこれ。家入る前にオムニの砂もしっかり落としたのに、家で靴下脱いだら大惨事。はい、じゃあ今みたいにやるとサーブはね必ず入ります。必ず入るように今教えましたから、ちょっとやってみますね。でもね、リラックスして打った方がいいですから、入らなくていいんですよ。入らなくていいんですよ、リラックスしてね。こんな感じでやってみましょう。フォアでちょっと前、ちょっと後ろ、もうちょっとここをこうちょっとこうするともうちょっと良くなりますから、はい、もうちょっと、そうちょっと前、ちょっと後ろちょっと前、ちょっとちょっと良くなったね。いいよ、そう取れる。お前、俺それ取らんかったことないぞ。MQ。そう。構えて、しっかり構えて、ここまで飛ばす。取れる。俺取らんかったことないな。取らんかったやつで強くなったやつ見たことない。名前忘れた。あの人何やったかな名前。さあ、足元ボール危ないですよ。そう。ナイス。そうよ。そう、構えて。もっと強く。ナイス。そう。構えて。しっかり強く。Street.